1時間半ほど前に日没を迎えましたマイアミです。日が暮れてから一度にわか雨がありました。ただにわか雨がさーっと降ってすぐ上がるというのもこのマイアミの気候の特徴です。7年ぶりワールドシリーズのゲームがここマイアミのプロプレイヤースタジアムで行われます。1勝1敗で迎えた第3戦、ニューヨークヤンキース55番が見えています。今日も松井は5番レフトスターティングラインナップ、先発ピッチャーヤンキースムッシーナ、そしてマーリンズが注目のベケットという両右腕です。3番ファーストジオンビーです。5番レフト今日も松井です。ヤンキースタジアムのゲームでライトを守っていたエンカルナシオンがスタメンから外れて4番ライトカブレーラ、7番レフトコーナイン、そして9番ピッチャーベケット23歳です。このジョシュ・ベケット、レギュラーシーズンは9勝、5月に肘の故障があったというメジャー3年目のシーズンですが、テキサス州のスプリングハイスクールにいた時代から全米で注目をされたピッチャー、99年マーリンズ1巡目指名、全米でも2番目の指名を受けたというこのベケット、そして何といってもポストシーズンの投球で光るのはカブスとのゲームで負ければ終わりというゲームでシャットアウト、100マイルのスピードも出しました。2桁の三振を奪いました。ストレートと大きなカーブとチェンジアップというのが主な球種です。それにしても一人一人のプレイヤーが紹介されていく中でのこの歓声、はい、すごいですね。ほとんどのバッターがこのベケットとは初めての対決になります。対戦経験がある選手というのはわずかにデルーチとブーンの2人だけ。ソリアーノも初対決、1勝1敗のタイ。第3戦です。いきなりチェンジアップで来ましたね。チェンジアップですね、はい、はい、これはこの数多くのフラッシュをご覧いただいています。今ので96マイルという場内の表示、プロプレイヤースタジアム155キロ、アルフォンソ・ソリアーノ、ドミニカ共和国の出身。このソリアーノをはじめとしてアメリカ合衆国以外の国と地域で生まれた選手が19人含まれています。三振。ピッチャーのベケットは196センチ、いくは感じます。そしてこれがカーブ、カーブが80マイルちょうど、80マイルということは129キロ、いやーすごい。ツーストライクになった時の盛り上がりというのはこれヤンキースタジアムの3倍ぐらいあるんじゃないでしょうか。2者連続三振。ツーアウトランナーがありません。1回の表のヤンキースの攻撃、3番ジオンビー、一塁線ファール、左中間右中間はそれほど深くはありません。今日スタメンから外れていますニック・ジョンソンです。高く上がりました。サードのローウェルが手を挙げています。スリーアウト。ここまでのそのピッチング自体はどうご覧ですか。そうですね、先発した時はですね、今一つムッシーナの調子もですねどうかなっていう不安はあったんですけど、はい、リーグチャンピオンシップのですね第7戦リリーフで初めて、ムッシーナが登板してきましたよね、はい、その時のピッチングは見事でしたよ。あれはクレメンスが打たれてその後来ていきなり三振を取ってダブルプレーを取るというピッチングでしたよね、はい、さあ1番のファンピエール、ヤンキース内野陣前進守備、こちら91マイル初球147キロ、今年ロッキーズからこのマーリンズのユニフォームを着て素晴らしい 1,2 番コンビを形成しました。このセーフティーバントは第1戦でも第2戦でも見せました。
左ピッチャーだったということもあったでしょうかね。一塁側に2つ見せましたね。はい、そうですね。やはり何をしてくるかわからないという相手に思わせますとね、バッターとすれば有利になりますよね。はい、2ストライクになってその2人は少し後ろに下がっていきました。ポストシーズンのトータルの数字が今出ています。今日はゲイリー・ダーリング球審です。6人の審判で行われていますワールドシリーズ。右中間の当たり、浅い当たり、ウィリアムズ取れません。キールは2塁へ。ガルシアバックアップするが、ノーアウトランナー2塁、ノーアウトランナーが2塁。今右中間の真ん中の浅い当たりでどちらが取るかというような感じですでしたね。そうですね、はい、あらかじめセンターのウィリアムズがですね、レフト方向にかなり寄っていましたので、はい、私の位置から見ますとね、ライトのガルシアの方でしたら取れると思ったんですね。ウィリアムズが最後、ああこうやってガルシアのを見て、はい、自分が追わなければいけないというような。そうですね、もう早くからガルシアがですね諦めたというより もうウィリアムズに任せてしまっていましたんでね、はい、これはどうでしょう、声の連携がしにくいというようなこともあるんでしょうか。声の連携というよりもこれだけの声援になりますとね、もうとても本当に 2,3 メートル離れていても声が届くかどうかありませんので、はい、これはちょっと。カスティ4番との構え、2塁へ送りますが戻っています。さあここはカスティは1球2球とバントの構えをして、今2ストライクノーボールとなりました。2番で大きくチャンスを広げていきたいところ、3番にはイヴァン・ロドリゲスという頼りになる存在がいます。打っていきました。レフト線は松井が切れていきます。ちょうどブルペンに入っていきました。ファールボール。三振、ワンアウトランナーが二塁。テキサスレンジャーズから今年このマーリンズに移ってきました、まあ、家族の住むマイアミを本拠とするこのマーリンズに来ました。これは勝負の鍵というのが、右バッターが3番4番5番に対してということですね。右ピッチャー3番4番5番がこの右ピッチャーに対してどう打つかということです。確かにまだ中軸には本来の当たりは出てませんからね、はい、当たりが出てませんからね、はい、したがってムシーナの役割もですね、本当に中軸に当たりを戻させない、そういった意味もありますんでね。またライトへ、少し浅めのフライです。ピエールはセカンドベースにつきました。スタートは切りません。止まりました。さあそして注目の4番、まあ、注目の4番と申し上げ続けて2試合経ちましたが、はい、まだヒットが出ていません。ミゲール・カブレーラ、ここに来るまでは素晴らしいバッティングを見せてホームラン3本でした。私はこのムシーナのナックルカーブをですね、はい、このカブレーラがどう対応していくかでしょうね。あ、初球どうでしょうか。あ、まずそのカーブから来ました。ノースリー振ってきましたがファール。松井はこれを捉えてセンターオーバーのスリーランホームランを放ちました。第2戦、おそらくこう通り監督にとってもこの大きな歓声というのが少しこうプレッシャーというかナーバスな材料になるかもしれません。先制のチャンス、フロリダマーリンズ。詰まったが一、二塁間抜けた。ピエール三塁回ります。先制はフロリダマーリンズ。そして当たっていなかったカブレーラにようやくヒット、これがタイムリー。セカンドのピエールスタートを切ったように見えたんですけどね、切ってなかったですね。あ、でもソリアーノがこうやはりピエールを警戒してかなり二塁ベースには寄っていたんですね、はい、寄っていましたね、はい、バッターは5番のファーストリー。リーの当たりはファーストゴロ。
ムシーナがベースに入ってスリーアウト。1回の裏、フロリダマーリンズが第3戦の先手を取りました。撮影してるんでしょうか、まあ、今日はまず登板の機会がありません。これはちょっと強くなってきましたね。また打ってきましたね、はい、さあここでプレーを止めるんでしょうか。今ツーアウトランナーがないという状況で1番のピエールです。かなりお客さんがここで1回プレーを止めます。お客さんも避難をする方が多くなってきました。ここでプレーが一旦止まります。ワールドシリーズの第3戦、プロプレイヤースタジアムのこのグランドキーパーの皆さんによって見事にグラウンドが今修復されました。さあワールドシリーズゲーム3、1対1の同点。5回の裏、ツーアウトランナーなし、1番のピエールというところからゲームが再開されます。38分間の中断。ショートの頭上を越えた、中断明け。2球目ピエール打ち返しました。ピエールこれでワールドシリーズは3試合連続のヒット。ツーアウトランナー一塁で、さあランナーいきなりスタート、ヘッドスライディング、タッチアウト、タッチアウト、スリーアウト。2番から先ほどツーベースを打っていますデレク・ジーター。さあベケットの中断明け、まず1球ボールになりました。ベケットにしてみれば5回の表の投球を終えてからということで言えば、45分ぐらい、もっとそれ以上あるでしょうか、時間が空いています。 NYY がヤンキース、 FLA フロリダマーリンズ。センターへ、先頭出塁、初めて先頭バッター出塁、ニューヨークヤンキース6回の表。これジオンビー、サードフライとフォアボールです。ベケットがピッチャーとして5つしか盗塁を許していません。まあ、キャッチャーがイヴァン・ロドリゲスということもあって、まあ、あまり盗塁の数としては多く許してはいないんですが、引っ張ってファール、止まったか回ったか、今度は回りました、回ってます、三振。今回の方がより、状態が前に流れましたので、スイングを取られましたね。これでワンアウト一塁、そしてこの後ファーニー・ウィリアムズと松井という打順になります。やっぱりもう自分たちの座席に戻ったお客さん、大歓声。打撃に期待したいところですね。そしてカーブもですね、はい、まずまず良くなってきつつありますね。カーブが決まった、連続三振、7つ目、2アウト、ランナー1塁、ノーアウトが2アウトになりました。どうでしょう、その分ストレートのマイル数が96、7というのが減ってきましたね、うん、はい、減ってきましたし、いつもより本当にスピードが落ちてきましたね、はい。まあ、それコントロールを気をつけてそうしているのか、本当にまあ出ないのか。なるほど。ボール3つですかね。ストレートのフォアボール、ある意味ここは松井は歩かせても仕方がないという思いの中で投げたのか。そういうリードだったですね、はい、
でポサーダはですねまだワールドシリーズではヒットがないんですね。ないんですね。先ほどのあの押し出しのフォアボールですか、はい、これが唯一の打点くらいじゃないですか。ですね、はいはい、これロドリゲスも今一つの調子ですし、はい、打つ方はですね、ポサーダもそうですし、やはり短期決戦というのは守りの方にかなりいるんでしょうかね。うん、そうかもしれません。ショートゴロ、攻守のゴンザレス、松井は二塁でフォースアウト、ランナー残塁、二人残塁、スリーアウト。マイク・メッシーナ、レギュラーシーズン199勝のピッチャー、今日ここまで三振7つを奪う好投です。ようやくこのシリーズ初の長打が、ツーベースが今日2本出ていますが、今日もまだ4安打。高いバウンド、面白い当たり、ソリアーノ俊足ですが、ワンアウト。今日はロドリゲス、カブレーラ、リー・ローウェル、コーナイン、この右の強打者4人がまだ4人でヒット1本しか打っていません。MVP という、まあ、パッチという今一番下に出ているのはこのロドリゲスのニックネーム、 MVP ではないかというこうした呼び声が高まってますが、空振り行ったが松井が追って追って追ってフェンス、ダイレクトダイレクト、ノーアウトからワンアウトになって、ワンアウトからランナー二塁。今あの打球がダイレクトで当たったところはフェンスの一部になっています、このプレイヤースタジアム。そのオーバーフェンスとそれなりの力は十分持ってますけどね。なるほど。あ、そうですね、ちょうどあのフェンスの通常のフェンスの高さのところにボールが当たっていきました。あの松井がボールを追いかけていったところというのは8メーター50センチぐらい高さがあって、あれを超えていきませんとホームランにはなりません。さあまた得点圏で4番のミゲール・カブレーラを迎えました。ライト前のタイムリーヒットは1本、今ボールカウントノーストライク1ボール。またライトへ、ロドリゲススタートちょっとゆっくりめ、ボールをこぼした、こぼした、いや止まった、止まった、止まりました。今三塁ベースコーチが腕をぐるぐる回しました。オジー・ギーエンベースコーチ、それはガルシアのラッキーを見てから。しかしロドリゲスは自重、ワンアウトランナー一塁三塁。カブレーラがムッシーナのカーブをライトに見事に打っていきました。いや見事なバッティングでしたね。もうランナーを返すタイムリーを打つというようなバッティングでしたね、はい、ここで一旦あのストップしましたんでね、はい、セカンドランナーのロドリゲスが、そこからあのサードコーチが、回れというふうに指示を出したんですけど、ちょっともうスピードが、緩まっていましたので、はい、これはいかなくて正解だと思いますよ。そうですか、はい、内野はダブルプレー体制、ワンアウトランナー一塁三塁、バッターボックスには5番のファーストデレクリー。うん、そうですね、ちょっとやっぱりインサイドを意識するなと思いますね。今も1球目はインコース来ましたね、はい、そうするとこう外側にナックルカーブが来た場合の対処というのが難しいでしょうか。だと思いますね。したがって外に逃げていく変化球に対して引っ張りにかかってしまいますと、はいはい、内野ゴロのダブルプレーと、そういう可能性はあるかもしれません ね。今ちょっとバックネット裏の席が見えましたが、トニーペレスさんが見えます。このフロリダマーリンズのアドバイザーのスタッフの中に入っています。詰まった、しかしスタンドへファールボール。粘りのマイク・ムッシーナ、ここも重要な場面を迎えました。追い込んでダブルプレーを取れるか。これも切れます。オサーダは今のストライクは要求してないんですね。インサイドのボール気味の球を要求したんですが、その要求したボールとはもうかなり違ってストライクゾーンに来ましたので、ムッシーナのところに向かいましたね。
デレクリー、まあ、バッターランナーとしては足は速い方です。スピードもあるということはチームメイトの間でも高く評価されているバッターのデレクリー。打つ可能性も徐々には出てきますよね。詰まったピッチャー、おっとこぼした、こぼした、バック、いや挟む、ランナーを挟みます。これで2アウト、2アウトランナー1塁2塁、ダブルプレーが取れないというところで3塁ランナーを挟みに行きました。挟まれて最後タッチを逃げるところでしょうかね。そうですね、はい、ちょっと逃げるところで股関節かどっか押さえたような、あここですね、はい、足を伸ばしてますんでね、はい、左の足の内転筋のあたりにもしかしたら何かあったでしょうかね。バッター6番のマイク・ローエル、セカンドランナーです。カブレーラ、あー、あの腰のところちょっと抑えましたけども、腰ですかね。トレーナーなどがこう駆け寄るという姿は映像からは確認できませんでした。ボール2、どうですかね、これは、まあ、おそらく大丈夫というふうに見えますね。ですか、はい、はい、ちょっと滑りましたよね。さらにその上からタッチをされました。その瞬間表情が歪んだというようなことは見えませんでした。ファール、三振、ランナー2人残塁、こちらもピンチしのぎました。6回表裏、両チームにチャンスがありましたがいずれもしのぎました。また今雨が降り始めています。また雨が降り始めています。プロプレイヤースタジアムです。7回のヤンキースの攻撃は7番のライトガルシアからネルソンの姿がブルペンに見えます。先発のムッシーナの投球数が90球を超えました。中4日のムッシーナです。こちらベケット、次がベケットにとっての90球目。センターピエール、ワンアウト。このブーンに対してはですね、はい、カーブを狙っていってほしいなと思いますけどね。どうしてもカーブが来ると開くという傾向が、やっぱりキャッチャーのロドリゲスの中にですね、はいはい、このブーンはカーブで、まあカウントも稼げるし勝負もいけるという頭が私はあると思いますね。ですからその球を思い切って狙っていってほしいですけどね、はい、本当に気をつけなければいけないのはそのホームランなんですけどね。こうしてボールとしてはどうです、悪い言い方をするとやや抜けた感じになっ て、はい、なってますね、んですけどね。全くキャッチャーの構えたミットとは本当に逆ですよね、はい、外を構えているのにボールはインサイドに抜けていってしまうと。ジョンソンですね、今準備をしてます。ムッシーナのところに次打順が回ってくるんですけれども、この段階でやはりどうですね、ツーアウトランナーなしでもムッシーナに代打、それはないと思いますけどね、はい、ムッシーナも次準備してますのでですね、はい、まあ、あるとすればですね、どうでしょう、ランナーが出れば考えてもいいのかなという、はい、おっと
1戦目ウェルズ、2戦目ペティット、3戦目ムッシーナ、そして明日はロジャー・クレメンス。カーブはこのバッターボックスは少ない1球だったんですね。1球ですね、はい。まあ、ストレートが抜けてますよね。全部の影響でしょうか。雨の影響ではないとは思うんですけどね。ここで来たカーブ、ツーアウトランナーなし、三振は8つ目。ハイスクールピッチャーオブザイヤーというのに選ばれたときにムシーナそのままバッターボックス、高校時代75回と3分の1で155個の三振を取ったという、ですからイニングの倍以上の数字の三振を取ったという、それはすごいですね。ものすごい高校生でしたジョシュ・ベケット。まあ、アメリカの野球の専門誌がハイスクールピッチャーオブザイヤーというのを選定するそうですが、それに選ばれました。でその後ドラフトされたというこのベケット、次が100球目。ロドリゲスのこうキャッチングぶりからそんなに影響は感じないですよね。ロドリゲスの影響は感じないですね、はいはい。三振9つ目、7回1失点2安打ピッチング。これから7回の裏マーリンズの攻撃が始まります。7番のレフトのジェフ・コーナインから、初球打ち上げてライトへのフライは今スタインブレーナーのオーナーのスタインブレーナーオーナーの姿も見えています。ニューヨークヤンキース、ムッシーナはその嫌な兆候というのは今どうでしょうか。そうですね、私は感じられないと思いますね。そうですか。やっぱり高めの方に抜けていきますので、もうボールになるような感じで抜けていますのでね、抜けるボールでホームランという可能性は少ないと思います。三遊間破った、さあコーナインが出て、そしてゴンザレス、その次が好投しているベケット、同点の7回の裏フロリダマーリンズの攻撃。今のは自分も生きようかなというところなんでしょうかね。そうですか。それとももう次のベケットに対してもピンチヒッターという頭があるのかもしれませんね。今ベケットは一応バットを持ってますけどね、はい、このバントはそうすると自分も生きようという、そうですね、自分も生きようという、なるほど、はい、うん、まあ、セーフティー気味のバントでしたから、はい、まあ、これであまり決めつけない方がいいですね。ヤンキースは、はい、送ってくるというふうに決めつけないで見た方がいいと思いますよ。2球目もバント失敗、ベケットです。この雨の中でユニフォームのままこうやって待ってます。バットは止まってます。ジオンビーギリギリですが遅れず、ワンアウト、ワンアウトランナー一塁でバッター9番ピッチャーベケットはそのままバッターボックスに行きます。もしこれピエールの時にですね、はい、ランナーをセカンド、コーナーインをセカンドに遅れてますとね、はい、ヤンキースの方もピッチャーを変えてくる可能性はありますね。あ、なるほど、左ですか、ですね、はいはい、1点勝負の後半7回の裏、自らが打たれたという試合もありましたけれども、なかなか援護点がもらえない中で粘ってきました。今日はこの相手ベケットとの投げ合い、そして雨、相手のホーム、この後のピエールは今日ツーベースとシングルです。バント見事に決めた、これでツーアウトランナーが二塁。
そして大きな拍手。ホアンピエールを送り出します。そしてストットルマイヤーピッチングコーチがまず先にマウンドへ行きました。パレイディアが今屋根のあるところに一度下がりましたが、クオリ監督の姿はまだありません。続投ですか。続投のようですね、はい。ここは、もう続投となりますとね、このピエールと次のカスティーヨを、どちらと勝負かという。そうですね、敬遠ですね。今の2人のですねバッティングを比べますとね、状態ははるかにピエールの方がいいですから、こういう選択になるでしょうね。そして前にコーラインがいますので、ピエールの足もこれでは行かせませんので、そうですね。それで今日のカスティーヨはですね、カーブに全くタイミング合ってないですね、スイングアウトの三振2つありますが、これはいずれもカーブだったでしょうか。カーブでしたね。そうですね。第3打席のセカンドゴロもカーブでしたから、おそらくこのカーブでなんとか料理しようと、そういうふうに思ってるはずですので、カスティーヨも、狙ってくるんじゃないでしょうかね。まずはまっすぐできました。そのあたりでストレートでストライク取りましたよね、このカーブです。カーブを待つにしても本当に的を絞れなくなってしまいましたよね。合いません。3球三振、ランナー2人残塁。ここもムッシーナ粘りました。さあソリアーノから始まる8回の表、1対1同点。ムッシーナの力投がありますニューヨークヤンキース。こちらベケット、ここまでまだヒットはわずかに2本。そしてブルペンではウィリス投球練習開始。リリーフで第一戦の好リリーフがありました。151キロ。それ今のボールなのはその絞った来たっていうボールなんでしょうかね。止まったか、回ったか、回ってます。三振、ワンアウト。また最後の力を絞って、投球しているようですね。レフト線のツーベース、そしてセンター前のシングル。ご覧のように他のバッターが21打数ノーヒット。また一塁線破った、チーター二塁へ、ツーベース。ワンアウトランナー二塁、勝ち越しのランナーが二塁へ。8回の表、ジーター1人で今日3安打。うまいですね。うまいというよりも本当にすごいですね。外もうボールですかね。おお、そして今マキーオン監督出ました。出てきましたね。ここで変えます、ここで変えます。ドントレル・ウィリスを投入。3
3安打。他のバッターからは誰にも打たれていないベケットが10個の三振を奪って8回ワンアウト2塁。大歓声の中、今ダグアウトの上だけではありません、三塁側のスタンドからもレフトスタンドからもライトスタンドからも大歓声を浴びて今マウンドを降りました。あ、ここであれですか、はい、まあ、本来の勢いがポストシーズンになってちょっと衰えていたところでまた息を吹き返してきたような投球だったんですけどね。ここで迎えるバッターがジオンビー、そしてウィリアムズ、松井ということになります。何かね、はい、どうでしょう、ウィリス足、あ、足に何かサポーターのようなものをつけてるからですか。違うようですかね、はい、どうなんでしょうね、あるいはネックレスか何か気になるものはあるんでしょうか。そうですね、マキーオン監督のところに行きました。今タイムをかけて一塁の塁審に声をかけたのがこの方、一塁のマジリーコーチです。これから投げますドントレル・ウィリス、防御率 9.53 と先発の時の悪い内容がまだこの防御率の中に残っています。アピールプレーを先にするわけですね。あー、なるほど、ベースを踏んでないんじゃないかという。結果今のプレーは一塁は踏んでいたという判定になりました。うん、ベースをちゃんと踏んでますね。踏んでますね、はい、むしろベケットよりもこのウィリスの方がですね、対戦はしやすかったんじゃないでしょうかね。ベケットに対してジョンビーは三振とサードフライとフォアボール。マーリンズはチャドフォックス、フォアボールでワンアウトランナー一塁二塁。どうしてもストライクを取りに行くボールというのは決まってきますんでね、ベケットに対して3打数ノーヒット。大きな拍手、そして歓声。ライトへのフライは、センターへのフライ、ピエール前、ジーターベースについた。スタート切った、一塁三塁、ツーアウトランナー一塁三塁、そしてまたチャンスで松井に回ってきました。勝ち越しのチャンスで松井に回ってきた8回の表。松井がウィリスから打った第一戦のヒットというのは外寄りのストレートをセンター前にゴロのヒット、あの時のイメージでいいでしょうか。いいと思いますけどね、はいはい、ここはそうですね、外外と、そういう勝負はなかなかしてこないかもしれませんね。もう思い切ってもう1点勝負というような場面になってきましたのでね、はい、まあ、思い切ってインサイドを突きたいところではあるんですけどね、うん、まあ、ウイルスのコントロールが、はい、そこまであるかないかでしょうね。おっと、これは結果的にいったのか、インコース、まあ、結果的にインコースに来ましたね、はい、三遊間破った、勝ち越しタイムリー、チーターホームイン。
松井ワールドシリーズこれでヒットは5本目、そしてこの8回貴重な勝ち越しタイムリー。マーリンズのリレーはここは裏目に出ました。二塁ランナー変えました、デルイチです。見事ですね、素晴らしい。スタインブレナーオーナーも一瞬こう、ガッツポーズがありますね。スタインブレナーオーナーもマイアミに住んでるらしいですよ、普段は。ああそうですか、はい。ベケット今どんな心境でこのウイルスの投球を見ているか。2対1、8回の表勝ち越しましたニューヨークヤンキース。まあ途中で変わるの嫌だったでしょうね。ダイソーにデルーチが出ています。ストレートで歩かせました。フォアボールで2アウトランナー満塁。49番のチャドフォックスが3人目のピッチャーになりそうです。第1戦のリリーフ成功の後、このシリーズの中で貴重な存在になってくれるだろうとマキヨン監督がウイルスについて話しました。先発型のピッチャーで先発で14勝を挙げたレギュラーシーズンですが、しばらくはリリーフをしてもらうだろうという話をしていましたが、私はですね、はい、ウィリスリリーフでもいいと思うんですけど、はい、やはりこのようなですね緊迫したところでやっぱりイニングの途中からっていうのはですねどうかなと、もし変えるとしてもですねその回の頭から、はい、そういう系統の方がですねまだリリーフの経験が浅いですから、そっちの方が良かったと思いますね。日本でいうところの勝利打点というのがあって、はい、一旦リードしてその後こうリードを許さなかった場合勝利打点というのはつきますけれども、はい、今日もこのままもし、守り抜いていけば勝利打点という形になるわけですね。なりますからね。したがって、今日のゲーム今リードしたわけですけど、はい、このままヤンキースが勝ちを収めましてね、でワールドシリーズもし、このままヤンキースが取ればですね、はい、もう松井 MVP と、おかしくないですよね。それは十分ここまでの流れからいきますとありますよね。可能性はありますよね。もちろんそれは日本人選手としては初めてになります。チャドホックス3人目、このワールドシリーズ2試合目の登板になります。ポストシーズンはこれが通算で8試合目となります。地元に帰ってきてのワールドシリーズ。さあまた2イニング行くんでしょうか。引っ張った、ファール。変化球で三振。ヤンキース追加得点は1点。8回から出てくる、もう9回だけではない4アウト以上を取ってくるリリーフというのが目立ちます、このポストシーズンのピッチング。逆に言うと本当に9回1イニングだけというのがむしろ珍しいぐらいのパターンになってますよね。なってきましたね。あの姿が印象的ですよ。印象的ですしね、リベラがあのような感情をですねあらわにすると言いますかね、私はそれも本当に非常に、目の中に焼き付いてますね。さあ8試合中8勝のうち6勝までが逆転勝ちという今紹介がありましたフロリダマーリンズ、逆転のマーリンズ3番からです。8回の裏のフロリダマーリンズの攻撃、8回からリベラ。
初球から行ってライトへ、伸びはありません。変わったデルーチ、ワンアウト。カブレーラに対して初球はインコース食い込んできました。さあカブレーラ対リベラというのもこれ初めての対決です。今日2安打、ライト方向へのヒットが2本です。実現するのかどうか。三振、ツーアウト。詰まりました。スリーアウト、あっさりと終わらせましたマリアノ・リベラ。9回の表に入ります。この回は8番サードのブーン、この次が変わった9番のファーストのニック・ジョンソン。レフトへ、高台の頭上を越えたホームラン、ヤンキースファンがキャッチしました。アーロン・ブーン9回の表に飛び出しました。当たっていなくてもブーンには一発があります、このポストシーズン。3対1、2点差。このホームランは大きいですね。リベラにまた1点プレゼントしました。あのボストン戦のサヨナラホームラン以来、ポストシーズン2本目のホームラン。バッター、ジョンソン、ファーストゴロ、リー、ワンアウト。そのプーンの一発ですが、ロドリゲスのスライダーになるんでしょうか。これはスライダーがカーブでしょうね。あのベケットに対してはあのカーブに苦しみ続けてきたんですが、ちょっと抜けましたよね、キレがなかったですね、はい、抜けた分キレがなかったですから。これはさっきあの小早川さんがおっしゃったそのイヴァン・ロドリゲスのリードに応える投球ができているかという意味ではやはりできなかったです。できなかったですね。ソリアーノです。本当にホームランが出ましたね。ライト線は切れます。ライトの頭上、カブレーラ、またこれも切れていきます。また少し雨が降り始めました。マキーオン監督、まあ、その交代が結果として今、まあ、恨みに出まして8回に1失点、9回に1点を与えまして、そしてまたソリアーノがフォアボールで出塁してバッタージーターです。その後チャドフォックスから今ピッチャーはルーパー勝ってきた、というのはやっぱりそういうところにあるんでしょうね。まあ、またそれを今シーズンはですね、松井が引っ張ってるわけですから。引っ張ってますか。引っ張ってますね。その中にうまくはまってるというよりも引っ張ってるという。松井が私は引っ張ってると思いますね。プレー再開です。バッターボックスには今日3安打の2番のショートジーター。まあ、このジーターもキャプテンとしては今日その抑えられているベケットから3本のヒットを打ってチャンスメイクをして2回ホームベースを踏んでいます。5回の裏2アウトで一度雨での中断がありました今日の第3戦。おっと当たったか。当たりました。ジーターデッドボール。
出ました。かなり強烈に食い込んでくるボール。今キャッチャーミットにはボールが収まったような感じのボールなんですけれども、ユニフォームをかすりましたね。かすりましたか、はい、胸元あたりのかすったんじゃないでしょうか。うん、4人目左中間浅いところ、2アウト。まあ、お客さんの数も雨のせいもあってか、かなりこう空席が見えるようになってきましたプロプレイヤースタジアム。そして微妙にボールと判定されるんですね。打ち上げてセンターの頭上、ピエール、フェンスについて取ったが取れない、ホームラン、ホームラン、バーニー・ウィリアムズスリーラン。これがポストシーズンウィリアムズにとって19本目、ダメ押しのホームラン、これがメジャー新記録19号ポストシーズン通算。ミッキー・マントル、そしてレジー・ジャクソンに並んでいた18本からまた1本先に出て、これで通算19号のホームラン。そして松井です。あ、家路を急ぐファンの姿がまた見え始めましたが、もう一度今のホームランシーンが再生されています。さあ、松井のボールカウントは今ノーストライク2ボールです。あのレジージャクソン、ミスターオクトーバーを超えました。カウントは今2ストライク2ボールです。見逃し三振、わずかに曲がって入ってきました。9回の裏のマーリンズの攻撃、バッター6番のマイク・ローウェル、サード。こうリベラとの最初の対戦なんですけれども、何か対リベラのきっかけのようなものもつかみたいのがフロリダ・マーリンズでしょう。ショートゴロ、ワンアウト。もう明日のゲームが周りにとっては最も大切なゲームになってきますので、ね、もし今日このまま敗れるようなことがありますと、明日はヤンキースがロジャー・クレメンス、はい、そしてフロリダ・マーリンズは第2戦でリリーフがありましたパバーノ、まあ、クレメンスにとっておそらくこうメジャーの経験の中で最後の先発になるであろうというゲームで、まあ、それだけにクレメンスやヤンキースのチームの思いというのが強い中で迎えるゲームですよね。はい、それとやはりもう打線がですね、もうヒットはこのゲーム打ってるんですけど、はい、私とすればですね、まだまだもう全然本調子ではありませんので、はい、なんとか打線がもう活発に機能してクレメンスから点を取らないと、このまま一気にですね、なるほど、このフロリダで終わってしまうという可能性が、ありますのでね、はい、バッターコーナイン、まあ、それだけ1戦目2戦目と一つ勝ちはしましたが、まあ、ヤンキースの投手陣にインコースを突かれて、まあ、そのインコースへの意識というのがまだまだこの第3戦もものを言っているという、まあ、そうですね、はい、まあ、したがって今日のですね、本当ベケットで最初失点に抑えながらですね、はい、打線が本当に奮起を待つと、そういうことをしたかったんですけどね。
激しい雨がまた降ってきましたが、リベラの投球が続いています。もうかなりお客さんの数が減りました。6万5000を超える観衆が発表されました。プロプレイヤースタジアム、6年ぶりのワールドシリーズのゲーム、1、2塁間破っていきました。6点差を追いかけます。ワンアウトからランナー1塁、8番のショートゴンザレスのところでエンカラナシオン。スイングアウト、ここもインコースを突かれました。2アウトランナーがなくなりました。松井の勝ち越しタイムリーで2点目を挙げて、そして9回に2本のホームランで4点突き放しました。ホームに帰ってきて若き速球派ベケットを立てたマーリンズが追い詰められました。ゲーム3、代打ホランズワースです。代打成功率というのが非常に高いポストシーズンです。今日のリベラは本当に私はもう絶好調だと思いますね、もうカットファーストボールのキレ素晴らしいですよ。コントロールという、左バッターですね。左バッターですね、はい、これだけ食い込んでくると強烈な威力を持ってきているはずです。折れました、ファール。9回2アウト、2ストライクノーボール。あ、パスボールですか。パスボールです。セカンドゴロ、試合終了。リベラ今日も2イニング、ポストシーズンこのワールドシリーズは初めてのセーブということになりました。そして松井勝ち越しタイムリー、これでこのワールドシリーズの打点を4にしました。ヤンキース2勝1敗6対1、相手の本拠地で一歩前に出ました。放送席、それでは素晴らしい決勝タイムリー、松井選手の話を伺います。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。いや、雨の中長時間のゲーム、1対1投手戦、もうハラハラドキドキの試合でしたけども、いかがですか。そうですね、序盤からね、相手のベゲットがね素晴らしいピッチングしてたんで、まあ、ヤンキースとしてはね結構苦しい戦いだったんですけど、まあ、同点になって、まあ、終盤まで行ってね、まあ、そこのねワンチャンスで、点が入ったんで良かったです、はい、第2戦のスリーランホームランに続いて今度はまた決勝タイムリーと、いいところでいい働きしてますね。まあ、今日はね、ああいうね緊迫したゲームでね、最後に本当に、まあ、いいところで回ってきてくれてね、まあ、自分としてはね、しっかり打つことができたので、もう最高です、ね、これで一つ勝ち越しました。そして世界一への挑戦、あと2つです、まあ、とにかくね、あと2つ勝つっていう、ね、強い気持ちを持ってね、まあ、それだけで最後までいきたいと思います、はい。明日明後日のゲームまた頑張ってください。はい、頑張ります。おめでとうございました。まずベケット対メッシーナのこのピッチングですけれども、まあ、ベケットは少しこうコントロールを乱すところもありましたけれども、いい投球を見せました。そして先制したのはフロリダマーリンズです。1回無失点の後、先頭バッターピエール2ベースヒット、そして2アウトの後4番のカブレーラに初めてのワールドシリーズのヒットが出て、これがタイムリー、1点を先制しました。4回です。ヤンキースはチーターが2ベースヒット、ワンアウトから塁に出ます。そしてその後ジオンビーがフォアボール、松井はデッドボールで満塁となります。で、満塁となったところで
ポサーダ、これがフォアボールとなって押し出し1対1の同点。その後雨で中断がありました。5回の2アウトランナーなし、マーリンズの攻撃中でした。そして中断が明けてまた断続的に雨が降るという中で8回、この回またワンアウトからジーターのツーベースヒット。ここでピッチャーを変えてきたのがフロリダマーリンズのジャック・マキーオン監督。10三振のベケットからドントレル・ウィリスへ、そのウィリスがピンチを広げてしまって松井のこのタイムリーヒット。これが決勝点。そしてさらに9回、ピッチャー3人目のチャド・ホックスからアーロン・ブーンのホームラン、これが3点目。そしてさらにランナー2人が出て、バーニー・ウィリアムズセンターオーバー、ピエールのジャンプをわずかに届かず、このワールドシリーズ2本目、そして通算のポストシーズン19本目、メジャーリーグ新記録達成のホームラン。最後はリベラ、2イニング今日も投げました。セーブを取りまして勝ち投手がこれでムッシーナ、ムシーナもこのポストシーズン初めての勝利を手にしたということになりました。